国審査引っかかりました。だるすぎ、ちょっと後で説明します。あらわっしょい風です。オーストラリア編開幕そうですね、今ね日本からオーストラリアのケアンズまで来ました。そしてね、あの大変なことが起きまくってですね、今オーストラリアのケアンズ、オーストラリアで一番行きたかった場所なんですけど、ほぼ走ってて耳見ていません。お願いします。はい、とりあえずね、いろいろあったんですけど、やばそうなんで、ちょっと後でします。オーストラリア開幕、はい、今ね大変なことが起きて、今ケアンズってとこにいるんだけど、あと1時間ぐらいでね、ケアンズからメルボルン行きが出るんですよ。出るのに俺まだね、いろんなことが起きて時間食っちゃって、もう今からチェックインなんですけど、ちょっと見てこれ、これ間に合うわけないよね。はい、カズエです。ただいま自分はケアンズにいます。飛行機間に合いました。間に合ったぜ、みんな、やばない、よく間に合ったと思わん、マジで奇跡です。そしてですね、間に合った理由なんですけど、奇跡的に飛行機が遅延しておりました。歩いて本当に遅延大好き。こういうのをなんていうか知ってます？こういうのですね、日本語で運も実力のうち。はい、ということでですね、今ケアンズにいるんですけど、後ろの方のゲートから飛行機乗って、カズエライフのオーストラリア編開幕の地メルボルンに向かいたいと思います。そこでですね、ジヒカっていうね、俺の大学の友達なんだけど、その子がねマオリで今いるから、そいつに会いに行きたいと思います。そしてね、この前にこの飛行機間に合わない事件が起きる前に起きた大事件に関してはメルボルンに着いてからちょっと言うわ。今ね本当もうギリギリだから、ちょっと時間ないわ。ちょっとあのこんな感じやけど、俺ね一個だけ思うのがさ、カズエライフはねこうやってね、いろんなことをギリギリで生きて、まあ、時には失敗して、時にはこうやって成功してっつって、あの見てくれてるファンのみんなにはやっぱあの何を伝えたいか、時間に余裕を持ちましょうっていうことですね。時間に余裕を持って行動するっていうのは海外だけじゃないです、もう学生も社会人も皆さんが大切にするべきことですので、これをねカズエライフで皆さんに伝えられること、すごい誇らしく思います。でもね、中にはねたまにねこんな感じで、あのギリギリ間に合ったり、ギリギリ間に合わなかった時もあるのにもかかわらずね、オーストラリア編ねしょっぱな今汗だくでございますよ。なのにもかかわらず DM とかでね、カズエライフと海外回りたいみたいな人がねたくさんいるんですけども、その人たちは自分で行った方が安全に行けるで。とりあえず俺は俺の旅だからさ、まあ、カズエライフだからさ、このままカズエライフらしくメルボルンに飛びたいと思います。ということで皆さんお待たせしました、着きました、オーストラリア。はい、メルボルン到着しました。うわー、マジ大変やった、本当に。いろいろな、ね、ことがちょっと起きすぎてて、自分の頭を整理できてなくて、こっちにね、一人ね、日本人の知り合いがいるって言ったと思うんですけど、今からその子のとこにとりあえず向かおうと思います。で、その子が言うには、メルボルンの国内線の目の前にある、こちら。このね、スカイバスっていうところで、市内の方まで行けるらしいんで、これで向かいたいと思います。 Hi, I want to go here. Mom is in here. Have you got your ticket? Not yet. Would you like a one-way or return? One-way. はい、$22ですね。 Thank you. The bus is very simple. There's only one stop. A right stop and cross. You're gonna see everybody get on the bus. That's the destination. Okay, so like a with everybody. Yes. With everybody, okay. Okay. Thank you. Wow. Yeah. Okay, thank you. How are you, brother? Hey,
Japan. Japan? Yeah. Welcome. You're from Australia? New Zealand. New Zealand. Oh, you come here for travel? No, I moved here in June. Oh, okay. Yeah, I'm just coming back from the Gold Coast. I just spent some time in Byron Bay and Brisbane. Oh, Brisbane. Yeah, my parents came over from New Zealand. My youngest brother had a baby. He lives in Wow, Brisbane. That's cool. Yep. This is a pretty sick spot, eh? Huh? A good window here? Yes, this is a good seat, right? オーストラリア来ちゃったよ。すーげえよ、みんな見て。ほんで。寒っ。久々に海外来て寒さを感じてるわ。とりあえず今から友達のね、ところに向かいたいと思います。やばいね。ちょっと街並みとか、また詳しく見せようか。かっこいいね、オーストラリア。元気やば、決定的な瞬間逃したわ。えテクツやる。いいよいいよ。次回もう一回。はい、ナイスミーチュー。アムカゼルカルカ、ナイスミーチュー。おーイエース。ちょっとチェックインするわ、まず。ちょっと待ちすぎだよ。はい。I'm Kaze. Vince. I'm Kaze. Kaze? Yeah. He's a YouTuber. Ah, he's a famous in Japan. Yes. The only thing that I need to charge you is $20 deposit for the key. Okay. When you check out and bring back the key, we're going to refund it for you. So I need cash? It can be card also. Oh, okay. Yeah. 今から。今チェックインが終わったんで、ちょっとドアの開け方が開いてるんかい。開いてたけど。あんじゃいよ。はい。空いてるベッドを使っていいでって言われたんだけどさ、全ベッド埋まってた。うん、聞きに行こう。はい、ということでチェックインしてきました。はじめまして。まあ誰やって感じになるから一回説明しなきゃいけないから。大学の友達やね。ということで今から SIM カードを受け取りに行きたいと思います。てかシンプルに意外とさ、携帯ってさ、わからない人いるやん、海外初めてで。方法は3つぐらいあって、俺がいつもやってるのは SIM カードを受け取るっていうやつです。なんか携帯の横にあるちっちゃいやつね。でもう一つは現地の Wi-Fi を駆使してやる。俺アメリカ編の時ずっとそれだったよ。ちなみにたまにいるわ、そうです。マジで金ないやつね。でもう一個はこっちの携帯を契約する。今ね、実家がやってるんだよね。何？うわ、オプタスっていう。めっちゃ声小さいよ。オプタス？オプタスっていう。オプタス。オーストラリアも日本でいうなんかドコモとか AU とかソフトバンクみたいなのがあって、うん、それはこっちにもオプタスとかテルストラとか、うん、5個ぐらいあるんだけど、俺はそのオプタスってやつを使ってる。なるほどね。月にどんぐらい？携帯代。月でも日本円でいうと3000円ぐらい。お、安っ。そんな高くない。でも実家はリアルにワーホリで来てるからね、ここに。今日オーストラリアワーホリめっちゃ人気で、これからどっか行きたい人は今回のオーストラリア編割といい感じの情報も入ってくるんじゃないでしょうか。でもまあカゼライフは遊ぶつもりだけどね。てかオーストラリアさ、ヨーロッパ雰囲気ない？特にメルボルンが。あ、そういうこと。やば、バリとかやね、マジで。H&M とかも、外見がもう H&M じゃない、普通のヨーロッパの市役所みたいな。実家はヨーロッパも行ったもんね。うん、実家何カ国ぐらいいた？合計多分9カ国ぐらい。あ、9カ国。ヨーロッパで5カ国ぐらい回って、東南アジア3カ国ぐらい。9カ国って普通に多いよね。一般的に多くない？どうなんですか？
この辺とかめっちゃヨーロッパじゃない？この電車とか。なんでね。あれ俺かと思って抜けちゃったやから。じゃあそんな感じでまず携帯ショップ行っか。はい、ということでオプタスに着きました。ここの携帯ショップで SIM カードをゲットしていきます。はい、ということで SIM 終わりました。待って、今俺の携帯の番号見えた。まだ使うから待って。オーストラリアの携帯番号だけどね。04139244170です。途中で止めると思った。とりあえず今日はここまでできたから OK。 はい、ということで SIM 交換終わりました。で、帰りね、実家と自分と実家の友達とカレーライス食うということで。何ドルそれ。13?1300円。高えな。まあ、実際言うと実家のことを説明すると、大学の友達で、で、俺がもともとコロナがなかったら実家ともう一人の大学のやつとオーストラリアのワーホリに行こうとしてたんですよ。で、俺オーストラリアで YouTube やろうかなって思ってたのね。実はね、これ初公開だけど、あの、まあコロナでオーストラリアずっと閉鎖してたやん。だからその間に俺アメリカ行って、実家はね日本で働いて、もう一人の子は結婚してっていう感じで、もうその子はそうパパになっちゃったから、あの、まあ来れないんだけども、まあ、そんなこんなでね、まあ、実家は日本で頑張ってお金貯めて今ずっと来たかったワーホリに来てると、まあ、そういう大学の友達ですよ。なんか言いたいことある？よかったら僕のインスタフォロー。俺もずっと海外が好きで、うん、学生時代の時に海外旅行とかいろいろ行って、うん、いつか海外で働きたいなと思ってたんだけど、うん、コロナで行けなくて、やっと半年前ぐらいかな、今年の4月にオーストラリアに来て、うん、英語も全然喋れないけど、え、英語すごくない？いや、全然。え、俺ジッカって英語マジで無理な人だと思ってでしょ。だからこっち来た時も本当にひどくて、こっち来てすぐケアンズのファーム行ったんだけど、うん、その時も全然英語わかんなくて、うん、最初ボスに言われた指示とかも全然理解できなくて、うん、最初優しく説明してくれるんだけど、もう俺がわかんなすぎてあっちもだんだんイライラし始めて、めっちゃパック言われるみたいな。まあそういう、まあね、あれだよね、英語喋れない時はそういういろんなことが大変だからね、マジで。でもそれで半年ぐらいで地上のコミュニケーションとかだったら、うん、まあ全然、まあそんな感じで自分の大学の友達もオーストラリアで頑張ってるということで、今日はね、今日っていうかそのためにメルボルンまで来ましたよ。暑いわ。はい、ということでですね、カゼーライフオーストラリア編が始まりましたと。今ここにいるジーカとしばらくね一緒にいて、ここからやることもね、いろいろ計画してることもあるんで、皆さん楽しんに楽しんでて楽しみにしててください。ということで、まあ、今日ね、あのオーストラリア編始まるっていう、めちゃくちゃ気合い入れていきたかったんだけど、めちゃくちゃ大変なことが起きたみたいに言ったやん。実は俺別室の一歩手前ぐらいまで連れてかれて、連れてかれた場所がなんかボーダーフォースっていうところで、国境の軍みたいな、エアフォースっていうやん。そう、なんかそういうところまで連れてかれて、連れてかれできなくなりかけた時の、そう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 、まあそこまでかは分かんないんだけど、結局入国できたから。その理由がタバコなんですよ。海外行くとさ、入国カードっていうのがあるやん。そこにタバコ何本までみたいないつもあるんや、うん、それが大体いつも200本なんですよ。だから自分は今日オーストラリアでタバコ高いからカートンで買ってこっちに来たんですよね。で、入国カード今回もね、あの200本以内だから大丈夫な方にね丸しようと思って読んでみたんですけど、何回読んでもタバコが25本までだったんですよ。1箱ぐらいよ。そう、1箱ちょいみたいな。でももう一回ちょい読んでみても25本までだったんですよ。そうそうそう、だから入国カードの方に、25本以上持ち込みますかの方、こちら丸したらですね、別室の方に連れて行かれました。結局無事に入れたんですけども、その入国審査みたいな人に言われたのは、ここでタバコを捨てて帰るかお金を払うかって言われて、一応カートンって高いやん、日本でも6000円ぐらいするよ。だから俺はその6000円を失いたくなかったわけ。入国審査官に聞いたら、こっちで買うと1箱5000円ぐらいするみたいに言われたんですよ。本当か分かんないけど。だからその時にお金が払った方がお得だよということで、まあオーストラリア編お金ないって言ったんですけども、まずね、タバコを買うのに6000円、それはいいよ。ただタバコを持ち込むのに
1万3000円かかっちゃいました。を探しに行きたいと思います。さっきなんか結構自信満々だったけど不動産屋に行くの。いやもう家、あ、もう家で集合なの。あ、そうなんだ。もうてか家着いた。これ